ではですね、建築基準法ということで、まず建築確認って言われるようなところですね。建築の許可みたいなものと、同じような意味合いにはなってくるんですけど、要はこういった敷地に、こういった建築物を建てたいですと。いうふうな、そういった申請をしますと。で、その申請をしてですね、建築確認が降りれば、そこに建物が建てれますよと。で、試験にね、そこまで深く出るかっていうと、ちょっと微妙なところなんですけど、プラスアルファの知識としてね、へえ、そうなんだってぐらいで知っといてもらったらいいんですけど、建築確認って、建てる前に出すんですよ。で、建築確認が出ました。で、建築確認済み証みたいなね、もうここ建ててもいいよみたいな、っていうような書類がもらえるんですよね。で、その後に建物が、一定以上の大きさになると、中間検査って言われるものを実施します。これ試験には別に多分直接出ないと思いますからね。知っておいてもらって損はないと思いますけど。で、出たらラッキーですからね。建築基準法の範囲ですから、絶対出ないとは限らないので。で、中間検査やりました。で、中間検査が終わったら今度完了検査。建物が終わった後に完了検査っていうのが、実施してですね。で、その完了検査が終わったら、建築確認、一番最初が建築確認済み証という書類がもらえて、で、その後にですね、検査済み証って言われるね、最終的にもうゴールしたよ。もうこの建物はちゃんと建築基準法に適合した建物でありますよ、みたいな書面がもらえるんですよね。ですんで、実際そこまで出るかっていうとちょっと微妙なんですけど、建築確認ってね、意外と最初のところっていうのを知らない人多いんで、建築確認って建てた後にするんじゃないの?みたいな、っていうふうに思ってらっしゃる方多いんでね。あくまで建築確認は最初にすることですからね。こういう設計図で、こういう土地に、こういう家を建てたいですと。で、部材はこんなのを使いますと。で、建築基準法に適合している内容ですよと。窓はこういう風に取ってますとかね、トイレには換気設けないといけないとかっていうようなルールがいっぱいあるんですよね。階段の高さはいくら必要だとか、ね、階数が何階だったら、この階段のこの幅は何センチ以上とか決まってるんですよね。なので、そこまで今回詳しくやりませんけど、ですんで、そういったのをちゃんとね、適合してますと。適合して作るつもりですと。いうようなことで。で、それで建築確認出して、OK だったら最後でやって、で、その後に検査してもらうみたいな感じの流れになるってことですね。はい。ではですね、ちょっと、補足事項が多かったんですけど、宅建士の、試験の範囲内に入っていくと、建築確認が必要となる場合ということで、特殊建築物って言われるものです。の場合だったら、100平米超。これ超大事ですからね。これ超大事って、すごい大事って意味じゃないですよ。この100平米超っていう、超がすごい大事だよってことです。要は、超ってことは100平米含みませんからね。なので、100平米の特殊建築物建てますっていう場合だったら、この建築確認というものはいらないということですね。101平米から必要になりますというようなことです。で、多分ね、分かってらっしゃると思うんですけど、超っていうのは100を含みませんからね。以上っていう表現をされると100は含みますんで。ですんでね、その超っていうところちょっと注意しておいてください。で、じゃあ特殊建築物って何かっていうと、戸建てと事務所以外と思ってもらったらいいです。戸建てってね、皆さんが一般的に、お住まいになられるご自宅ですね。あと事務所以外が基本的に特殊建築物です。で、特殊建築物、特殊建築物って結構いっぱいあるんですよ。人通りの多いものっていうようなイメージですね。例えば下宿所とか、あと共同住宅とか、車庫とかね。そういったもの、雑居ビルとかもそうですし。で、図書館とか。要は人通りが多いものですね。いろんな人が入ったり出たりするようなところっていうような意味合いが特殊建築物の覚え方なんですけど、もうさらっと覚えるので一番簡単なのはもう戸建てと事務所以外で覚えてもらったらいいです。戸建てと事務所以外は基本的に特殊建築物だと思ってもらえれば結構です。で、まず特殊建築物の場合は100平米超の場合ですね。で、それとはまた別でですね、じゃあ今度木造の建築物の場合。木造の建築物の場合は、階数が3階以上、延べ床面積500平米超、高さ13メートル、軒の高さ9メートル超ですね。13メートル超、軒の高さ9メートル超。っていうものに該当する場合に関しては、この建築確認が必要になります。で、これどれか一つでも当たれば建築確認必要になりますんでね。例えば階数3階です。延べ床面積450です。高さ12メートルです。軒の高さも8メートルです。建築確認いりますからね。一つでも該当すればいりますよってことです。3階以上、500平米超、高さ13メートル超、軒の高さ9メートル超と。
で、軒の高さってね、まず、まあ普通に生活してて聞くことないと思いますんで、まあ一応横のね、絵の方に書いてますけど、最高高さって言われるものと、軒の高さっていうものがあるんですけど、最高高さはね、もう屋根のてっぺんです。一番高いところですね。で、軒の高さって、こうね、こう柱があって、で、屋根がこうかかってるんですよね。屋根がこういうふうにかかってて。で、この横にね、これ梁って言うんですけど、梁が通ってるんですよね。大梁とか言ったりしますけど。で、この梁のところの高さを軒の高さって言います。ですんで、まあ、どこのことっていうのは本試験に聞かれませんから、建築士試験じゃないので、どこが軒に当たるのかみたいなことまでは聞かないですけど、軒っていうのがその梁のところだなっていうところはしっかりと覚えておいてもらった方がいいんじゃないかなと思います。っていうのも、結局、軒の高さ9メートルっていうのが、まあ、本試験のね、問題文で、軒の高さがって書いてくれてるんで、実際どこのことか分からなくてもいいですけど、まあ、知っといてもらって損はないかなっていう感じですね。まあ、不動産屋さんとしてね、軒ってどこっていうのがね、まあ、でも軒の高さが何メートルって、軒ってどこかなっていうよりかはね、もちろん知ってた方がお客様安心しますから。軒っていうのは、梁のね、まあ、階数で言うと、まあ、例えば2階建てだったら2階のね、梁のところを、まあ、軒っていうふうなね、表現をしますよ、というようなことですね。で、木造建築物以外の場合、まあ、例えば鉄筋コンクリート造とかね、鉄骨造って言われるようなものですね。で、階数が2階以上、で、床面積が200平米超の場合でも建築確認ってものが必要になりますというふうなことなんですけど、で、この数字っていうのは残念ながら全部覚えてもらわないといけないんですよ。100平米、3階、513、9の2、200ですね。これはもう覚えてもらわないと試験解けませんので、もう単純な話、さっき、出題したような内容が出るんですよね。木造建築物で階数2階です。床面積、延べ床面積は490で、高さは、13メートル。軒の高さは、まあ、10メートルありますと。これ建築確認いりますかいりませんかって聞かれるんですよ。なんで、つまり全部分かってないと問題解けないんですよね。なので、この数字っていうのを覚えてもらわないといけないんですけど、まあ、僕の講義の中でね、何回か言ってると思いますけど、僕あんま語呂合わせ好きじゃないんですけどね、語呂合わせ、まあ、3つぐらいは使ってますっていうので、まあ、そのうちの1つですね。これはね、結構僕は覚えやすかったんで、まあ、ぜひ皆さんにもね、おすすめします。いつでも産後の父さん、苦しい夫婦っていう風なね、まあ、これで僕は覚えてました。いつでものいつで、まあ、1ですね。で、100平米。特殊建築物は100平米。で、産後の父さん。まあ、3階建て、500平米。で、父さんで13ですね。13。で、苦しい。で、軒の高さ9メートル。で、夫婦22ですね。まあ、階数2階の延べ床面積200というふうなことですね。ですんで、まあ、別にこれ以外にもですね、この建築確認の語呂合わせってたくさんありますんで、まあ、別にこれじゃなくてもいいんですけど、僕はこれでね、だいぶスッキリ覚えれたんで、まあ、皆さんにもね、おすすめしておきます。いつも、いつでも産後の父さん苦しい夫婦でね、これに該当したら建築確認いるな、というようなことで覚えておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、そのね、いつでも産後の父さん苦しい夫婦に該当する建物で、の建築。まあ、一応移転も含みますよ、と。まあ、なかなかね、この建築物の移転って珍しいっちゃ珍しいんですけど、まあ、一応移転も含みますと。で、あと大規模の修繕、大規模の模様替えですね。で、まあ、大規模ってついたら、もう建て替えるのと一緒だと思ってもらったらいいです。大規模修繕っていうのはね、まあ、マンションでもう大きく外壁から何じゃらかんじゃら全部変えますよみたいな。で、まあ、模様替えもね、似たようなものです。一応建築基準法上の定義はあるんですけど、その定義まで覚える必要ないので、これが模様替えなのか修繕なのかみたいな問題は出ませんから、建築士の試験では出ますけどね。なので、まあ、あくまで大規模修繕とか大規模の模様替えって言われるような、そういったものとか、建物建てたりとか移転させたりとかした場合に関しては、この建築確認いりますよ、と。で、増築する場合、ね、今ある建物を、まあ、極端な話ですけど、一戸建ての建物ね、平屋建ての建物ありましたと、そこにね、2階を作りましたみたいな、そういった増築をする場合が、増築後が上記に該当する場合は、建築確認が必要になります。で、あと、用途変更で特殊建築物に該当する場合も、建築確認が必要になりますよと。で、例えばですけど、今ですね、面積200平米の戸建てがありますよと。ね、で、これをですね、例えば下宿舎に変えますとか、共同住宅に変えますよとか。
っていうふうなお話になった時には、要は特殊建築物じゃないものがですね、特殊建築物になったとかっていうような場合ですね。そういった場合でも建築確認というようなものが必要になってきますというような、まあ、規定もあるよというようなことですね。まあ、特殊建築物ってね、割と制限厳しいんですよ。やっぱりね、人が住む家よりかは、やっぱりいろんな人が来ますんで、例えば災害に対してね、避難経路を確保しないといけないとか、ね、災害になったらこうエレベーターまで、あれ決まってるんですよ、今いるところから、最短で何メートル以内のところに非常用の出口がないとダメとかってね、なんで2方向非常用の階段設けないといけないとかっていうような規定があったりするんですけど、戸建てだと別にね、そんな、まあ、言った2方向避難って言われるね、ね、そこまで求められてないですけど、まあ、基本的にね、2階だった階段1個ですから。ね、なかなか一般のご自宅で、非常用の階段と、ね、野外の非常用の階段と室内階段2つありますっていうことだって少ないと思うんですけど、まあ、見てらっしゃる方でね、すごいお金持ちの方はいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、なので、ね、そういった結構細かい制限がいっぱいあったりするんですよね。なので、まあ、用途変更でね、その特殊建築物に該当する場合に関しては、やっぱりその特殊建築物としてね、ちゃんと建築基準法に適合してるかどうかとか、建築確認というものが必要になりますよというようなことです。結構ね、いつでも産後の父さん苦しい夫婦は大事なワードで、これとこれないとこの建築確認一切解けませんので、しっかりと抑えていくようにしていってください。まあ、今言って今全部はもちろん無理でしょうから、まあ、問題解きながらね、いつでも産後の父さん苦しい夫婦でパパパパってもう全部書けるようになれば、もうあと見たやつを適合してるかとか、こうやって比べていくだけですから。ね。特殊建築物100平米、3階建て、延べ床500平米超、13メートル超、ね、高さ13メートル超、軒の高さは9メートル超。で、木造建築物以外の場合に関しては、2階建て以上、延べ床200平米超ですね。そういったものに該当すると、建築確認というものが必要になるよと。いうようなことですね。まあ、ここはね、実際問題解かないとこれ覚えませんので、まあ、過去問解きながらですね、しっかりと覚えていくようにしていってください。はい。で、単体規定と言われるところですね。ちょっと建築基準法の中でも説明していきます。まあ、単体規定と集団規定と言われるようなもののね、まあ、2種類あるんですけど、まあ、単体規定っていうのは割と建物のことをメインに指してきます。ね、まあ、一番下ちょっと読みますけど、高さ31メートル以上の建築物は非常用の昇降機を設けないといけないよとかっていうのはね、まあ、そういった建物の内容ですね。で、まあ、集団規定っていうのはまたちょっとね、別途やりますけど、まあ、そっちの方で、まあ、建物云々っていうよりかは、まあ、その建築基準法のその建物に付随するような内容っていうのが集団規定のイメージです。で、今回は単体規定っていうところをちょっとね、まあ、本試験に出てもおかしくないようなところだけ説明していきます。結構ね、2、3年前までは結構単体規定は割とね、好きな問題で、毎年出てたんですよ、1問ぐらい。で、最近年でもう出るのは出るんですけど、やっぱりちょっと減ったかなっていう感じはします。でも、実際ここに書いてあるやつだけは最低限でも覚えておいてください。単体規定って本当はもっとあるんですよ。もっとあるんですけど、ただ、最低ここは知っといてねっていうところですね。これ出たらラッキーなんで、これだけは解けるようにしておいてくださいっていうふうな、まあ、ところをね、ちょっとピックアップしています。まずですね、延べ面積が100平米超の建築物は防火壁によって有効に区画し、各区画の床面積合計がそれぞれ1000平米以内としなければならないということです。なので、1500平米の建物がありましたってなったら、まあ、1000平米以内になるように防火壁っていうもので区画してねっていうことですね。まあ、これはね、まあ、火災等のことをね、まあ、想定して、まあ、防火壁って言われるね、壁でですね、まあ、火から守ってねっていうふうなことです。で、まあ、防火壁によって有効に区画して、で、面積は、1000平米以内としないといけないと。なので、まあ、防火壁は1000平米というふうな感じで覚えておいてもらえれば結構です。で、住宅の最高に必要な部分の床面積が、居室に関して、ごめんなさい、居室に対して7分の1以上必要でありますっていう風なね、ワードがあります。まあ、最高7分の1っていうね、最高って最高の最高じゃないですよ。光が入る方ね。光が入る最高が7分の1以上必要と。で、なんで、最高は7分の1ってもう覚えてもらったらいいんですけど、まあ、イメージつきやすいようにね、一応、説明しておくと、
細かい計算はあるんですけど、要は床に対しての光が入る割合、これが7分の1以上いりますよっていうことですね。なんで、窓がない家ってダメなんですよ。ね、光っていうのは必ず入れないといけないっていうふうに建築基準法で定められてますんで、ですんで、窓って絶対作らないといけないんですけど、それでね、よく CM とかでこうちっちゃい窓あるじゃないですか。こう、窓の形がこう、大きい、今こんな窓ありますけど、それがこうなったら光がもっと入りますっていう。ね、光さえ入ればいいので。なので、7分の1以上の採光っていうものが必要になるよというようなことを覚えておいてください。で、換気。換気は、換気の床面積っていうのは20分の1以上。なんで、もう換気は20分の1って覚えてもらったらいいです。換気は20分の1。ね、採光は7分の1。っていうふうな感じで、もう覚えてもらえれば結構かなと思います。で、あと高さ20メートル超の、ごめんなさい、建物は、避雷設備を設けないといけないということで、避雷針ですね。避雷針設けてね、ってことです。で、高さ20メートルって、まあまあ高いですからね。一般的にですけど、一戸建ての、お部屋の高さ。で、建築基準法上は一応2.1メートル以上なんですよ。でも一般的にはだいたい2400ミリ。2.4メーターからね。だいたいそれぐらいのところが多いんですけど。で、そこに床が入ってってことなんで、単純に地面から、そうですね。ざっくり計算しやすいようにしましょうか。1階から例えば2階までが3メーターだ、3メートルだったとした場合ですね。そしたら、だいたい6階建て。6階建てぐらいの建物が20メートルぐらいになるわけですよね。サブロクで18メートルですから。6階、7階ぐらいですかね。6階建て、7階建てぐらいの建物っていう、そういった高いものに関しては避雷針設けてねっていう、そういったルールが決められてます。で、高さ31メートル超の建築物に関しては、非常用の昇降機っていうものが必要になります。要は非常用のね、昇降機です。そのままですけど、そういったものが必要になるよと。で、20メートル超、31メートル超なんでね、これ。超ですからね、20メートル、31メートルは含まないので、ここも、中途半端に覚えておくと、高さ20メートル、避雷針とかね、避雷針でいいですよ、別に、避雷設備なんで、避雷設備って問題が出て、避雷針って分かれば別にいいんですけど、僕も避雷針で覚えてたんで、避雷針は20メートル以上やったらいるなと。で、これが20メートルっていうところだけをピックアップして覚えておくと、問題で、じゃあ高さ20メートルの建物がありました、この場合避雷設備を設けなければなりませんかって聞かれたら、丸にしちゃうんですよ、これ。ね、20メートル超ですから、21メートルですからね。で、あと、過去問でよく出てくるのは、この20と31入れ替えてよく出てきます。31メートルの建物は避雷設備を設けなければならない。31メートルなんで、それはもちろんいりますよねっていう、20メートル超ですから。でもこれ逆の場合ですね。例えば高さ20メートルの、建築物には非常用昇降機を設けなければならないって、この20メートルとか31っていう数字だけを覚えておくとですね、どっちだったっけなって、昇降機なのか避雷なのかっていうね、ところをね、ってなっちゃうので、まず20と31っていう数字は絶対覚えないといけないんですけど、20と31でかつ超っていうと、これ超がすごいね、超大事だよと、もうギャグみたいになってますけど、超が超大事なんで、その超っていうところもしっかり押さえた上で、もうどっちかだけでいいです。20が避雷針とか、31が、昇降機とかね、エレベーターとかっていう風に覚えてもらってもいいですから。なので、どっちがどっちかだっていうのだけ分かるようにしておいてください。20メートル避雷針って覚えておけば、31は昇降機っていう風にもう必然的に余ってきますんでね。両方覚えなくてもいいですけど、まず20と31っていうワード、プラス超っていうところ。で、21メートルの、ね、その避雷なのか、昇降機なのかっていうところね、しっかりと押さえておいてください。高い方が昇降機とかっていう覚え方でもいいですし。ですんで、単体規定で有効な、単体規定の、まとめというかね、ここだけは覚えておいてくださいっていうのは、まず、延べ面積、1000平米。超の場合に関しては、各床面積は1000平米以内になるように、有効に、防火壁っていうので区画してねっていうところ。で、採光に関しては7分の1、換気に関しては20分の1。で、高さ20メートル超の、場合は、避雷設備、避雷針いるよと。ね。で、高さ31メートル超の場合、超の場合に関しては、非常用の昇降機が必要だと。いうようなことで、押さえておいていただければ結構かなと思います。テキストね、見ていただくとね、単体規定もっと載ってますんで、余力がある方は覚えていただければ結構ですけど、なかなかね、
この試験余力がないとかね、範囲が広いので難しいって思われる方多いと思うので、最低限ここだけは押さえておいてねっていうところをピックアップしておきました。はい、それではですね、平成27年度の問いの17、建築基準法に関する記述のうち、正しいか誤ってるかっていうことで、ね、まあ次の問題があってるか間違ってるかってことですね。事務所の用途に供する建築物をホテル。で、その用途に供する分の床面積の合計が500平米ですというような場合に用途変更します。建築確認いりますかいりませんかっていう、本当にこんな感じで聞かれるんですよ。ね、なので、まず、いつでも産後の倒産、苦しい夫婦が出てこないと、もう解きようがないんですよね。で、事務所ってそもそも特殊建築物ですか？っていうところも聞いてきますし。で、それがじゃあ床面積の合計が該当するんだったらどうなの、こうなの、みたいなね、ような内容ですね。まあ、ちょっと考えたいっていう方はね、一旦止めてちょっと考えてみてください。まあ、ただなかなかね、考えてもパッと出てこないと思いますんで、もう、法令上の制限に関しては知ってるか知らないかなんでね、民法みたいに考えて解ける問題じゃないので、なので知らなかったら解きようがないのでね、まあ覚えてないとかっていうような問題はもう何も頑張ってもね、いくら頑張っても無理ですから。ですんで、まあもうパッと見て、っていうので、そのね、いつでも産後の倒産、苦しい夫婦をバーってね、問題文の端っこに書いて、で、あとはこうやってね、見比べていけば解けるんですけど。ですんで、そのいつでもね、産後の倒産、苦しい夫婦は覚えておいていただければいいんじゃないかなと思います。ではもう回答いきますね。動画のご視聴ありがとうございます。下の概要欄の方にですね、私のホームページと、あとは1日3問、まあ、宅建業法と法令上の制限の民法と、まあ、毎日ですね、3問の、問題を出題させていただいている LINE と Twitter もありますので、よければ一緒に見てみてください。でですね、本講義を受けられた方に関しては、こういった広告は一切なしにですね、ご視聴いただけますので、よければですね、本講義の方もぜひご購入お願いいたします。それでは皆様、宅建主試験頑張っていきましょう。はい、バツということで、特殊建築物の用途制限、変更になります。要は、事務所っていうのは特殊建築物じゃないわけなんですよ。特殊建築物じゃないものがホテル、特殊建築物に変わりました。じゃあ、どういう規定を受けるかっていうと、特殊建築物の建築確認が必要になります。じゃあ、特殊建築物の建築確認って何がいるんだった？要件は何だったっていうと、100平米を超えた場合ですよね。100平米超の場合は、特殊建築物っていうのは建築確認を受けなければならない。ですんで、100平米を超えるホテルを建てる、まあ、用途変更をするんであれば、今の事務所からホテルに変える。じゃあ、建築確認いりますねっていうふうなお話です。はい。まあ、変更する場合は変更後の方を見ていただければね、大丈夫ですんでね。まあ、そういったところをちょっと注意しながら、まあ、押さえていっていただければ十分かなと思います。はい、それではですね、第2回の講義は終了とさせていただきます。皆様、お疲れ様でした。